まあ、初出場したそのガイナーレ戦では、まあ、雰囲気とかそのプロとして初めて立つピッチに、まあ、緊張とか、まあ、いろんなプレッシャーあって、まあ、自分の思うようなプレーは全然できなくて、うんうん、でも、まあ、ここ最近でやっとそういう環境にも慣れてきて、うんうん、まあ、自分のプレーができるようになってきたかなっていうふうには思います。守備ではまあ、相手のボールを奪うっていうプレーで、うん、攻撃はそのチームの攻撃にリズムを作ったり、うんうん、テンポを変えたりとか、うんうん、まあ、どこから攻撃していくかとか、うんうん、そういうところ、チャンスメイクも含めて、まあ、そういうのが自分のプレーの特徴かなっていうふうに思います。まあ、今までは結構前目でプレーしたんで、うん、はい、もうまあ、どこがやりたいかっていうよりかは、まあ、求められ監督が求めてるところで、まあ、どんだけ自分ができるのかっていうところだと思うんで、まあ、今のところでも全然その不満があるとかは全然ないですし、まあ、もっと高い要求に応えていかないといけないなっていうふうには思います。で、まあ、使われているってことは、うん、まあ、ポジティブに捉えていいと思いますし、はい、でもやっぱりそのチームのその競争がやっぱり激しくて、うんうん、まあ、本当に自分が出たのも、うん、まあ、怪我人とかがあってたまたま出たっていう形だったんで、うん、はい、まあ、本当にポジション争いっていうのは激しいんで、まあ、自分もいつその試合に出れなくなるかもわからないですし、まあ、本当に、まあ、結果を出して、うんうん、まあ、増田じゃないと、うん、ボランチは、まあ、増田っていう名前が、まあ、一発目で出るように、うんうん、もっとチームに貢献していかないといけないなっていうふうには思います。そうですね、全然違うっていう印象を最初に受けて、はい、まあ、球際とかも、まあ、競り合いとか、うん、やっぱりこれがプロなんだなっていうふうにもう一番最初に、まあ、練習参加した時もそうですし、はい、まあ、J の試合出てみても、はい、やっぱり全然違うなっていうふうに思いました。まあ寒さもなくなってきて、うん、まあ、今はいい感じなんですけど、はい、まあ、本当に来た当時はもう大げさかもしれないですけど、まあ、死ぬかと思うぐらい寒くて、はい、もう本当にどうしようと思って、はい、もう本当にもうびっくりしましたね。雪とかにも全然慣れてないんで、はい、その、まあ、いろいろストレスとかもあったりして、まあそんな感じでした。まあ守備的ってチームが言われ去年とかも言われていて、まあその中で、まあ、自分もまあ守備だけじゃなくて攻撃もまあ好きなんで、うん、まあ、前の前線の選手だけじゃやっぱり崩しきるっていうのは難しいと思うので、うんうん、まあ、その中で自分が攻撃にもっといろんな色を出していけるように、うんうんうん、まあ、していかないといけないなって、まあ、要求もされてますし監督からも、うんうん、まあ、自分でもそう思うので、まあ、そういう部分はもっとやっていかないといけないなって思います、うん、個人的には、うん、その点をやっぱり取らないといけないなって思ってますし、あとはチームの得点力を上げるために、うんうん、その自分のチャンスメイクの、うん、まあ、種類だったり、うんうん、数をもっと増やしていきたいなって思います、うん、まあ正直やってみて、うん、まあ、全ての面で、うんうん、自分たちより上だなって思いましたね。なるほど、うん、だからまあこれからの練習の強度だったり、うんうん、まあ、意識とかももっと上げていかないと、うん、まあ、ああいうチームには勝てないと思いますし、うんうん、まあ、基準っていうのが一つ上がったかなって、あ、自分の中では、うんうん、思いましたね。まあ、緩みとかは全くなくて、うん、まあ、もっと引き締めてやってるっていう感じですね。まあ、同じ相手に2回は負けたらダメなんで、絶対に、うんうん、まあ、アウェーですけど、うん、絶対に勝たないとダメな相手だなって思います。うん、